今から初めて会う方に会ってきます。車の修理屋さんかな。この日この時間にここでとしか、なってないので。あ、絶対あれだわ。おはようございます。すごい車で思う。初めまして。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ユーガレージです。あの、九州は大分県からはるばるとこっちの方に遠征でいろんな YouTuber と車系の YouTuber とコラボできるということで、あの、来たで千葉にですね来ることができたので、すごい、千葉でもあの、他の YouTuber いたんでですね、はい、このついでって言ったらあれですけど今言葉ずっと選んでましたよね途中でついでって言おうとした。あの、いや、もう本当にずっと会いたくてですね、はい、嬉しいです。あ、いやいや、すいません、本当によろしくお願いします。さあ、というわけで今回は車系 YouTuber のユーガレージさんとのコラボです。シルビアに乗ることなんてまあないんで、じゃあお願いします。はい、では出発します。お願いします。はい、お願いします。同じ1981年生まれのおじさん2人で始まりましたが、今回何をしようか考えました。そしてゆうさんに、え、マジっすかって言われた企画にしました。それは矢の車を買う。せっかく車の専門家が来てくれてるので、こんなチャンスはめったにないということで、もう車買ってしまおうという企画です。さあ、どうなるでしょうか。今日は矢野さんポルシェでしょ。もちろん今日はそうですね、ポルシェ買って、なんならついでに BM ぐらい見ていこうかなぐらいな。まあでもあれかな、中古のポルシェか。中古のポルシェでもまあまあしますよ。中古のポルシェいくらぐらいします。ああ、それでも安くても800万ぐらいは余裕でするんじゃないですか。手頃ですね。手頃ですよ。ちょうどいいぐらいです。ちょうどいい。うちの奥さんが、はい、もうあの絶対に外せない条件というのが、はい、あの両側スライドドア。ああ、やっぱりそうでした。禁煙車で、はい、まあ、修復歴なしぐらいなんですね、奥さん側からとしては。で、僕側からしてはちょっとでもかっこいい方がいい。あ、確かにでも絶対スライドドアがいいです、うん、あの駐車場に止めた時にあの隣の車にドアパンチしちゃう可能性があるんですね、うんうんうん、子供は急にパンって開けるので、はいはい、あれドアパンチって言うんですか。ドアパンチって言います。あ、だからあのそうです、そうです、コーンってきて、はいはい、そのドアの跡がついちゃったら、うん、あ、ドアパンチ食らったで SNS とかで、あ、ドアパンチやられたみたいな、メモリーナビとか、うんうん、なんとかナビとか、なんか、はい、何が違うんですか。普段ネットで情報を見ていた僕は知らないことをいろいろ聞いてみました。そのすべてにユウさんは丁寧に説明して答えてくださいました。特に気にした方がいいポイントや、あんまり気にしたくてもいいよっていうところなど、いろいろ教えてくれました。そして話は僕の芸の話に。 M1 第1回の M1 とかも出てたんですよ。おー、トリオで。 あの方最初に所属した事務所っていうのはいろいろ転々としましたね。しました。イベント会社みたいなところに、はいはいはい、入れてもらったんですけど、はい、このイベント中に借金取りが社長に借金取りに来て、はいはい、で社長が裏から逃げて、事務所がその時点で解散するっていう。その後にトップカラーっていう、はい、まあ、コージー富田さんとか、あ、まあ、そこでコージーさんに会ったからモノマネをやりだしたんですけど、だからサンミュージック入ったのが4年前ぐらいの。もうなんか普段の生活がなんかちょっとそんな思考になってるとか、いいのか悪いのか。で、奥さんにね、色出ちゃってるよ、出ちゃってるよって変な色に出てるよ。ちなみにですね、お店に全然アポを取ってないで、行ってどうなるか、行ってアポ取って、行って、撮影許可を交渉するみたいなんで、取っていいですかっていうのを聞くの嫌だな。僕も嫌だな。でも僕のじゃないから僕のじゃないから僕も一緒に行きますよ。 YouTube のさ、なんて言えばいいのかな、ちょっと私、実は有名芸能人なんですけれども司会とかやってるんですけど、 MC でしゃべくりとかいろいろやらせてもらってるんですけども、ちょっとだけやるんで。どうも上田です。ちょっと僕もちょっとできるようになったんですけど、どうも上田にかけてる。
あれにかけて、どう思う？どう思う？あ、ちょっと福山雅治。僕ね、なんか気づいたらできたから、こうやったらいいんだとかっていうのは分かんないんですよ。あんまり練習してできるタイプじゃなくて、はい、できるかできないかなんですよ。だから、あ、なるほど、こうやったらできるんだっていうんじゃなくて、あ、これはできるわだけなんですよ。あと雰囲気大事ですよね。雰囲気大事ですよ。雰囲気、ね、本当一番大事だと思います。雰囲気と勇気。ちょっと音が止められるんですか。お客さん用の駐車場が多分あるんじゃないですかね。というわけで、はい、来ました、芸能人なんでね、はい、超高級車を買いに、はい、来ましたけれども、はい、ちょっと撮影交渉したんですけれども、NG ということで、はい、ダメですかね。ダメだったので、はい、どこにいるかとかそういうのはちょっとお教えできないんですけども、うん、そうですね、とりあえず車を、はい、見させていただこうかな。相当ちょっと高級車を。高級車ですね。やばいっすね。やばいっすね。そう。僕的には、ちょっと、はい、やっぱ一生買えないかな。やっぱ芸能人。もう芸能人じゃないと買えないっすね。買えないっすね。一般人はちょっと。うん、そうですね。手が出ないっすね。そうですね。欲しいっすけどね、僕も。楽しみなんで。お、見えたんじゃないですか、あれ。あ、やっぱ光ってるわ。ちょっと。かっこいい。やばい。でもこっから先はねちょっと見せられないんで、そうですね、ちょっとどれに、はい、それかちょっと写真だけになるかもしれないですね。そうですね、はい、はい、こんな超のどかなところに高級車があるんですね。はい、ということでですね、すげえ待ってくれてるから先出しました。マジですか。日本でもねもう有数の会社に来たわけですね。日本って言っちゃっていいですか。日本で、まあ会社でしょ。というわけで、はい、今、某ね日本有数の、はいはい、世界有数と言っても過言ではないですね。世界のディーラーさんに、はい、行ってきまして、ね、はい、車を今回買いませんでした。もうごめんなさい。ごめんなさい皆さん。すいません、今 CM 入れたと思いますけど、すいません、優柔不断な男が出ちゃいました。すいません。物が良かったんですよね、すごいね、結構、はい、良かったですね、状態的に状態も良かったし、はい、何を買おうとしてたかというと、ホンダの NBOX、はい、ここですね、 K ですね、軽自動車の中古ですね、はい、中古の K を、ね、決めれなかった男って買い渋ったってね。もうちょっと安くなりませんっていうのを何回言ったことやら、ね、その代わりと言っちゃその代わり、ホンダオリジナルジャガードスリムバスタオルいただきました。バスタオル僕の分までいただいちゃいまし た, ました、ネット見ても分からなかった傷とかもあって、うん、そうですね、それもねやっぱ実際に見てみないといけないっていうのが分かりましたね、うん、フロントガラスの飛び石傷なんですけど、うん、もうちょこっとピキッと割れちゃってたんで、うん、はい、いやあれ多分後ろと僕は、うん、分かんない、このぐらいだったらとか、そうですね、いいんじゃねえと思うけど、うん、あれがバーって広がっちゃうんです、あれがもうちょっとした小石がコンって当たっただけで、うん、あっこからパーってクモの巣がブワーッとクモの巣になっちゃうんで、うん、その瞬間前が見えなくなる。うーん、怖い。そうです。上田さん的には今回のお店どうでした。いやー、よかったよ。よかった。いや、ほんとよ。いや、なんだったら人にね、担当ついてくれた方をね、しゃべくり7のゲストに来てもらっても構わんし。いや、困るわ。車に詳しい一般人来てもらっても困るわ。3万円ですか。僕がですか。オプションです。何でしょう、最後にね、ありがとうございました上田さんって言われたんですよね。って振り子いただいたんで、全然担当じゃないずっとデスクに座ってた人に急に言われて、みんな知ってたのみたいな。そうなんですよ。あと最後にね、皆さんと写真撮って。そうですね、あれシャッター1回お金取りたいですよね。逆にそうそう、山のオプションで、
いつも見てますっつってみんな出てきて写真撮ってくださいもらっていいですかっつって、あれはオプション撮っていいね、あれはあれはオプションで5円欲しい、5円。さっきの話ですけど、はい、やっぱりファンだったっていうその方やったんですか、担当者が、はいはいはい、で、まあ、多分会社の方針上多分、うん、頑張ってくれたと思うんですよ、うんうんうん、4万円ぐらいでしたかね、うん、本来事故車値引きできない手が多いんですけど、うん、わざわざ2回もそういう風に言ってくれて、うん、なんとかもう1万したら負けますみたいなのを頑張ってくれて、うん、誠意が伝わりましたよね。そうですね、うん、美味しいですか、ここは。肉の万世っていう阿佐ヶ谷姉妹がバイトしてたところですね。あ、本当ですか。ここじゃないですけど、肉の万世は阿佐ヶ谷姉妹チェーン店、ね、チェーン店ですね。ここはご馳走させていただきます。いいんですか。なんです。そう、今から超高級料亭に連れて行きますんで。何万もするところおごってもらっていいですか。芸能人なんで大丈夫ですよ。ここです。ラーメン山岡屋行きましょう。ラーメン山岡屋さんで美味しいラーメンいただきました。やっぱ芸能人なんでね、なんと餃子もつけちゃいました。から、あ、めっちゃ混んでる、めっちゃ混んでますね。切れ角増してるんで1回で回れる、普通の車じゃ回れないんで。すごい。だけどすいません、着きました。はい、着きました。2軒目、ちょっと2軒目来ましたけど、はい、2軒目来ました。ちょっと良さそうなのありますね。ちょっといいのがありますね。ありますね。さっきよりかちょっと外見も綺麗だし、うん、うん、そしてお値段が可愛い。お値段が可愛いですね。はい、ちょっとお話もう少し聞いてみましょう。はい、左後ろが、電動じゃないですね。でタイヤが4本ともちょっとひび入ってるけど、まあ、2本は見てくれるということです。運転席のここに、多分前のオーナーさんの付け爪の跡が残ってます。あとは全部綺麗です。あとはすごく内装は綺麗です。エンジンルームも綺麗だということです。見ましたけども、はい、良かったんですけどね。こっちの方がかっこよかったんですけども、うん、で安かったですね、うん、装備がまあ若干ね1軒目の方が良かったっていうのね、そうですね、ありますね、うん、そうですね。男としてはこっちの方がいいとは思うんですけど、うん、走行距離もまあ、ね、距離も良かったです。同じ5万キロ台で良かったんですけど、ちょっとね、こうやっぱ車を見に来たけど、やっぱ車を紹介してくださるのって人じゃないですか。うんですね。人って大事なんだなと思いました。そう車も大事だけど人も大事なんだなっていうのはね、ちょっと若干高くても、うん、その人だから買おうって、うん、この人だから買うの嫌だっていうのがはっきり分かりました。2軒目の方は、うん、かなりの塩対応でお前ら、お前ら中古の警官に来たの。そう中古の警官、ああ、はい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 、コーヒーですか、はい、そんな感じ。あんなお盆こう斜めにスーッて置かれることない。もうちょっとここでは買いたくないなっていうか、あの担当者からはちょっと買いたくないな。他のね方もいい方多分いると思うんで、うんうんうん、ただ僕たちを担当してくれた方があまりにちょっと愛想がもう何もないっていうか、ね、せっかく車良かったんですけどね、なんかちょっと決めれなかったです。2回目も今日はね、これからもう仕事、ね、そうなんですよ、仕事なんです。せっかくねゆうさん来てもらって背中を押してもらってたので今日決めたかったんですけど、でも多分分かったと思うんで、はいはいはい、どこ見ればいいとかっていう。でもただ見ても分かんないと思うんですけど、俺ゆうさんみたいにボンネット開けて、エンジン大丈夫ですねとか、あと下回り見て、あ、オッケーです。大丈夫です。まあ、年式通りですね。あれはマジで分かんないと思うんですけど、とりあえずこの2台は私が見たんで、大丈夫って言うんです。多分、うん、その値段で買っても大丈夫だなと思いました。はいはいはい、
まあ、今回は決まらなかったんですけど、うん、まあでもあのこうやって2軒矢野さんと回ることができて、うんうん、めちゃくちゃ充実しました。はい、というわけで、今日矢野車を買うということでねやってましたけれども、結局2軒回って買えませんでした。ズコズコ。ゆうさんの方のチャンネルでも、コラボしてますので、概要欄にリンクがありますのでそちらもご覧ください。ありがとうございます。ゆうガレージのゆうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。別日ですが、車を買いました。車買いました。こちらになります。ホンダの N ボックスですね。はい、かわいいですね。両側スライドドアやってます。で、後期のモデルなんで、前のモデルだけど後期のモデルなので、後部座席がスライドしたりします。というわけで、長年渋っておりましたがついに車を買いました。車買ったんですけれども、まあほぼ奥さんが乗るというね車なんですけれども、無事に買いまして、やっぱ芸能人なんでね、バーンともう高額なもの買いました。84万円もしました。もうタイヤ4本交換も入れて84万円です。もうキャッシュで一括でドーンってテーブルに置きたかったんですけど、あ、振り込みでって言われまして、以上です。制約記念で U ガレージさんの特製ステッカーやキーホルダー、車内グッズなど送ってくださいました U ガレージさん、今回は本当にありがとうございました。